皆さんこんにちは。自由民主党公認候補として立候補しました金子陽三です。私はこれまで小学校を卒業するまで佐世保で暮らし、長年東京の証券会社で勤務した後に衆議院議員として約1年間国政を経験してまいりました。県北五島をはじめとした地域社会経済の活性化を通じ、豊かな日本を作っていくために全力で取り組んでまいります。金子陽三が目指す新たな長崎県の未来とは。今物価高原料高の影響で農業漁業ともに非常に厳しい経営状況となっております。そこで農業漁業をしっかりと立て直してまいります。さらにデジタル技術の活用や輸出拡大に資する設備投資を推進し、農林水産業を強化してまいります。さらに長崎3区は多くの離島を有しております。有人国境離島法の拡充延長や改正離島振興法に基づき、さらなる離島振興を図ってまいります。また長崎3区も人口減少という大きな課題を抱えております。これを解決するために若者世代の結婚出産子育てを促進する経済的負担社会保険料の低減が必要であると考えております。豊かな海と漁業漁業者の生活を守ってくれる金子陽三さんを平戸からも応援しています。資材高騰であったり、餌の高騰であったり、非常に厳しい環境の中でしております。金子さんならこうした現場の声を少しでも国政につなげることができると思っているので、金子さんを全力で応援したいと思っております。日本の未来のために幼児教育保育に力を注いでください。そのためにも金子陽三さんよろしくお願いします。私はこれからも皆様の声に寄り添い、真摯に耳を傾け、長崎国の課題解決に向けた政策提言を積極的に行ってまいります。必ず皆様方のお役に立てるよう全力で働いてまいります。